香織のキャリーアップ。皆さんこんばんは、石原香織です。この番組は私石原香織がラジオパーソナリティとしてスキルアップ、リスナーの皆さんと一緒に経験を積み重ねていくエクスペリエンスラジオです。あー、8月になってしまいました。なんかあの何、夏好きとしてはすごい嬉しいんですよ。梅雨も明けたしさ、7月ぐらいにね。だけどなんだろう、誕生日も近づいてきたね。間もなく誕生日も、ほら別に何、嫌じゃないし、嫌じゃない、ツンデレみたいな、ちょっとだからちょっとなんか誕生日もまあすごい喜ばしいことだし嬉しいんだけど、なんかさ、もう今年終わるよね。8月来るとさ、まあ私の場合は誕生日過ぎるともう夏終わってもう冬来て年末だみたいな気持ちになっちゃうんですよ。だからね、切ない。なんかほら大好きな夏がやっと来たって思ったのに、間もなくもう終わってしまうんじゃないかみたいな切なさがあってね、切ないな。でもまだあと4日、誕生日までありますので、あのね、誕生日楽しもうかなっていうふうに思ってるんですけれども、誕生日プレゼントどうしよっかな、私自分の。うん、あの実はその誕生日プレゼント、ペンケースを考えていたんですよ。でずっとお気に入りなのを使っていて、大学生か1年生ぐらいから使ってたから結構ボロボロになったから、ペンケースずっと欲しいなと思ってたやつがあったから、それにしようと思ってたんですけど、この間ちょっとポニキャンさんの10周年記念みたいなやつで10時間の生放送があった時に、その私たち一番最後の回にあのソロ組の女性アーティストで出させてもらってますけど、あのプレゼントをもらえたんですよ。総額全員で10万円ぐらいの品物だから、その時にそれお願いして、無事ね自分でゲットできたから、そう、自分のさ、ほら買おうと思ってたお誕生日プレゼントとりあえずなくなったんですよ。何かを、どうしようかな。あ、でもこの間生放送やって家帰ったらお気に入りだったネックレスがちぎれたので、ちょっとネックレス、買おうかな。夏はネックレスをしたくなりますので、なんかそんなことを考えていると、まだまだ夏は楽しめそうだな、なんていう風に思います。ぜひね、皆さん熱中症とかにはね気をつけつつ、あの楽しい夏を過ごしてもらえたらいいな、なんていう風に思います。はい、ではでは、じゃあ早速やっていきますかね。エンディングまでキャリーアップ、石原香織のキャリーアップ。この番組はポニーキャニオンの提供でお送りします。石原香織のキャリーアップ。こんばんは、石原香織です。まずは皆さんから届いたメールを読みます。こちらはですね、ラジオネームタオベさんからです。ありがとうございます。香織ちゃんこんばんは。こんばんは。香織ちゃんの YouTube チャンネル登録人数1万人突破記念の100の質問に答えてみた動画見ました。好きなもの、考え方などたくさんの香織ちゃんのことが勉強できてよかったです。100の質問でいろいろある中で、ハトポッポが優雅に歩いているのを見てほっこりしたというのを聞いて、優しいエピソードでいいなと思いました。それで気になったんですが、かおりちゃんが好きな鳥を3つあげるとしたら何ですか？言ってもらえたら何の鳥か全集中して覚えますとのことです。うわー、私鳥とかすごい街で見たりとか、たまに自然なところ行くとさ、川の中に何こうやってくるやつとかもいるのを見るのはすごい好きなんだけど、実はね種類まではよく分かってなくって、そう、しかもさ遠いからさ、なんかこう、ね、模様を覚えてられないっていうかさ、しっかりはっきり覚えられないから検索することもできず、だからね、なんだろうね、あのまあ強いてちょっと自分が知ってそうなところであげると、ウグイス、ウグイス鳥、ホケキョウのやつ、あれが好きで、あとはたまに川にいるなんかスラッとした鳥、
詐欺かもしんない。それかも白鳥かなと思って、白鳥じゃないなっていつも思うから詐欺かも。詐欺。あとはキツツキかな。あの好きかな。まあ多分ね、他もね好きなのいますよ私。でも説明できないの。あつばめも可愛いね確かにむず。あ、スズメも可愛いね。やばい、ほらあのなんていうの、ちっちゃいのがさ、ちっちゃくなくてもいいんだけど、動物が一生懸命生きてるのが好きだから、この子が好きとかあんまりないんだけど、基本的には頑張って生きてる生き物を見るのがすごい好きだなっていう風に思います。なんか逆にあの皆さんから、この鳥綺麗だよっていうね鳥がいたらね、私も教えてほしいですね。とりあえずでもハトポップはすごい可愛かったので見れてよかったなっていう風に思います。ではでは、こちらはラジオネームまいまいさんからです。ありがとうございます。かおりちゃんこんばんは。こんばんは。あ、先日行われたキャリメ10周年スペシャル特番ピーズキュートパーティー拝見しましたよ。レーベルメイトの5人が集まってのイベントは初めてとのことでしたが、和気あいあいとしていて仲の良さが伝わってきました。また演者だけでなくスタッフさんのポンコツエピソードも聞けて楽しかったです。チームの良さが知れて、ボニーキャニオさんは素敵なレベルだなと思いました。あ、一つ気になるのですが、ストラックアウトで見事一発でゲットしたペンケースはその後使っていますか？超高級品ということですが、やっぱり使い心地などがいいのでしょうかとのことです。ありがとうございます。そうそう、ちょっと冒頭でも出てきたね、あのペンケース話題。そう、でもね、そのレーベルメイトで本当に集まるの初めてで、まあなんならね、私レーベルメイトでご一緒してたのが2年前の兄様で三森さんとコラボで1回と、あとはキュートパーティーにはいらっしゃらなかったトキさんとだけなら、あの一緒にお仕事でね、その何ポニーキャニオン案件でお仕事したことがあったんですけど、その他は本当に、あ、シカちゃんはそっか一緒に来てくれてか、ラジオもそうだもんね、ポニーキャンだもんね。でその3人しか逆にレーベルメイトで一緒にやったことがないから、すごい5人で一緒にできたのがねすごい嬉しかった。なんかやっとなんか皆さんとこのなんだアーティストとしてご一緒できたっていうのがすごい嬉しくて、なんかね、あのワクワクしながら生放送ねさせていただきましたよ。そしてこのペンケース、超高級品、まああのペンケースの常識の値段ではないですよね。1人2万円ぐらいまでの枠がありましたから、使い心地はね、でもやっぱりカバーなのですごく触っていて気持ちいいし、で、あの何チャックもね、あのまあチャックにこだわりがあるのかお店はわからないですけど、私はねすごい滑らかで気持ちいいなっていう風に思っています。あとこうサイズ感も、私大きいペンケースあんまりなので、もう持ち歩かないからね、だからサイズ感もぴったりですごい気に入ってるし、オレンジ色にしたんですけど、オレンジ色もね華やかで可愛くてね、すっごくお気に入りです。もうね帰ってすぐ開けまして、翌日の現場から使っていますので、もうすでにねちょっと汚れちゃって悲しんでます。私はどうやって洗えばいいんだろうっていう風にね考えてもいますので、これから大事に使っていきたいなっていう風に思っています。ではでは、ラジオネームカムカムさんからです。ありがとうございます。かおりちゃんこんにちは。こんにちは。最近は、あ、私は最近動画サイトのおすすめに出てきた高級なお寿司屋さんの職人技の動画を見るのにハマっています。それぞれの職人さんの所作の美しさ、また次々に出される一貫一貫が見たこともないほどに美しく、いつかこんな素敵なお店に両親を連れて行きたいなと思ってしまいました。かおりちゃんはご家族や大切な人をいつか連れて行きたいお店などありますか？よかったらお聞かせくださいとのことです。ありがとうございます。そういう動画があるんだ。でも楽しそう。結構さ、なんかこういう職人技の系面白いよね。私なんかあの外国の、あの外国でこう何お店な屋台みたいなところで作る、その外そこの国の名物みたいな動画、料理を作る動画が結構一時期好きで、そういうの見てたんだけど、結構それに近いシリーズのやつかもしれないですね。でもそのやっぱ職人って、この私たち素人からさ、なんか
何考えたこともなかったみたいなことをね、こう動きだったりとか絶対あるはずだから、見てみたらすごい面白いんだろうな。ぜひ私もこれちょっと後で探してみよう。いいなお寿司。私はね、家族に連れて行きたお店、まあとりあえずジョジョ園かな。うん、私自体もジョジョ園本当にランチで一回仕事と仕事の合間に行ったぐらいの感覚しかなくって、経験がで家族ももちろん行ったことがなくて、でずっと1万5000円チケットもらったやつ数年前なんですけど、それを持って行こう行こうって言ってるんですけど、家族のスケジュールが合わないのと、会った時は忘れてて行けてなくって、だからそれをいつかね実現したいななんていう風に思っています。とりあえずまずはジョジョへ、いつか寿司屋も行けたらいいなぁなんて思います。ということで皆さんメールありがとうございました。この番組では皆さんからの普通歌をお待ちしています。私に聞いてみたいこと、話したいことを何でも送ってください。ではでは、ここで1曲、発売中のブルーレイ &DVD 石原かおりセカンドライブメイクスマイルから、この曲をライブ映像でお届けします。石原かおりでページフリップ。喜びも戸惑いもほら全部全て受け取りたいって思えるよ。これが最後の日々です。みんなで一つになる場所、ただ出られないほどの想いで、最初の頃はもう懐かしい。色とりどりの風船で飾る成し遂げること。私が様々なあれこれをアットランダムにキャリスルしていきます。本日の課題はキャリサーチ。リスナーさんから届いたあらゆる調査依頼を私が徹底リサーチしていきます。8月に入って暑さが厳しい毎日になってきましたが、そうなると不思議なことにみんな涼しさが欲しいのか、怪談、怖い話、怪奇現象、ホラー映画で話題が持ちきりに。いいな、私だって名前に夏が入ってるんだし、入ってるぐらいだし、夏が来たらみんなに石原かおりの話で盛り上がってもらいたい。そこで今日はこれです。どっちが人気者、勝手に2代目小バカマ幽霊オーディション。ウケる。いいですか、私は幽霊や怖い話がそんなに好きじゃないんです。そう、実はね、もてはやされる彼らの立ち位置が羨ましいんです。そういうことよ、夏菜から私にフューチャーしてくれってことです。ちなみに2代目オーディションに挑むのは4日ぶり、キツぶりなの。びっくりしちゃった。そっか、そんなにやってなかったか。そんなレベルのハングリー精神じゃ合格できるわけないよね。まあそう思う。いつものようにまずは怖い話や幽霊にまつわる豆知識でクイズ対決。その後私が怖いけど会いたくなっちゃう怖川幽霊役にチャレンジ。幽霊と私、どっちが夏の超人気者になれるか、真の怖川幽霊枠を決定します。
私ね、そう、お化け屋敷系は全然いけるんだよね。あの本当に怖がって戦慄迷宮入ったんですけど、結構ねあっさり出てきてしまいましてそう、意外だよね。どっちかっていうとジェットコースターのが怖かったっていうね結果になってしまった。でもジオンとかリングリンクリングリグはね見たことないんですよ。でもしかしてあの映像系は怖いかもしれないんで、得意かはねわからないって感じですね。ではではではやっていきましょうかね。どっちが人気者、勝手に2代目コワコワ幽霊オーディションスタート。ではではまずは1問目、日本三大〇〇さん幽霊。あーなるほど、誰々さんと誰々さんと誰々さんでしょう。あーこういうのさ、学校のさ小学校とか大好きだよね。あちょっと待って、どうしよう、1個目でなんかもう1個浮かんでた気がすんの。どうしよう、ちょっと多分違うんだけど許してね。その方の人だったらごめんなさい、本当に先に謝っとく、許してね。はい、できました。では、私が思うまるまるさん大幽霊こちらになります。でで花子さん、貞子さん、秀子さん、ちょっとね、貞子 VS 加代子さんかな、加代子さんが加代子さん、あー子じゃない、加代子さん、加代子さん、もう全然わかってない私すいません、本当に秀子さんって多分いらっしゃるから本当に申し訳ないの書いててすいません、本当に思いつかなかったんで。いや自信あんのはやっぱ2上2つ、どうでしょうかね。ではじゃあ正解に参りたいと思います。びっくりしちゃったな。いきます。答え、四ツ谷怪談のお岩さん、あれお皿を数えるお菊さん、実はある意味恋物語なおかあとおつゆさん、おつゆさん、いやもう誰も合ってない。え、お岩さんって幽霊なんだ。一枚二枚みたいな。そんなあれ違う、あれ違う、違うんだ。あ、じゃあ、全然知らないんだ私多分。なんかびっくりしちゃった。ね、古か、私絶対花子さんだと思った。トイレの花子さんみたいな。違うな。的なのよ。あ、これ、はあ、やっぱそういうことなんだ。びっくりしちゃった。悲しい。じゃあこれにまつわるオーディションですか。はい、何くんだろう。ではオーディションその1、お盆の時だけこっそり元彼の元に会いに来て、こっそりスマホを覗き、浮ついてる彼氏をじと目で見て、可愛い一言で怒ってくるコワコワ幽霊。あーなるほど、あーこれじゃあ幽霊ちゃんだったもんね、もうね。おーそっか、そうかね、なるほどね。彼氏本当だったら別にね、まあそうだもんね。わかりました、わかるんだ想像でちょっとやっていきたいと思います。それでは石原香織による2代目コワコワ幽霊オーディションスタート。あーただいまどうかどこかな、彼氏の携帯ん、誰この、貞子って誰私以外の、カオコ以外の女がいるなんて聞いてないんだけど。じーじー、許せない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 、あんたなんか来年携帯ぶっ壊れてんだから。忘れた、ごめん。それ寿命だと思われてたけど。ただの寿命。怖くなさい。115とかじゃない。ではでは、じゃあオーディションの結果発表に参りたいと思います。幽霊と私、どっちが夏の人気者になれますか？判定をお願いします。めちゃめちゃ結構期待してたのに
でさ、皮がなかったんじゃない、皮が、あ、皮、皮、そっか、そっか、めっちゃ怖いよりだもんね。あと陰湿、そうだね、陰湿、1年後っていう陰湿。ちょっとね、ねっとり感がすごいよね。恨みつらみがありました。ということで、この勝負、幽霊の勝ち。悔しいから、じゃあ第2問目に参りたいと思います。2問目は、イギリスには UFO など地球外生命体だけではなく、あ、ではなく、お化けや妖怪といった幽霊の類に襲われてしまった時用のためにあるものが設けられています。さて、それは何でしょう。電気ショック。幽霊。なんだろう。襲われた時に、うん、来ちゃったらってこと。そうそうそう、来ちゃっても被害が来たら、あ、もうなんかかっててな。そうそうそう、何、何くん、水をすごいかけるとか。あるものが、なんか術が爆発するとか、ブルルってなんかこうビリビリ、匂い。やばいって、なんだろう、もっとね、うん、もっと実用的だし、もっと実用的、もっと気につけ、ビリビリペンとかそういう感じ。くっちゃみたいな。違うのか。電気苦手かと思ったんだけど。じゃあ答えは、幽霊保険。すごいね、確かに現実的だわ。吸血鬼や狼男などに襲われた時の治療費が保険料で支払われるんだとか。他にもアメリカには宇宙人にさらわれた時の、時用の保険もあるそうです。本当にすごいね、ユーモアがある、すごいね。現実的な存在として捉えられてる、欧米はね。そっか、日本はなんかもうフィクションだもんね、完全に楽しむものみたいな、なんかそんな感じがするか。面白い、やっぱ知らないもんだね。じゃあこれにまつわるのかな、オーディションに参りたいなというふうに思います。オーディションその2、こっそり人様のお家に現れたところ、家主のお気に入りのマグカップを割ってしまい、家主にコンコンと、コンコンと説教をされたので、これで許してもらえませんかとささやかなキャリサービスをする。ゆうかわ、あ、こわかわ幽霊。もうぐちゃぐちゃだ。こわかわ幽霊ね。うわ、ではじゃあ早速、私ちょっとやってみたいなっていう風に思います。石原香織による2代目コワカワ幽霊オーディションスタート。すいません、勝手にやっぱりちょっと入りたくなっちゃって、それで可愛いマグカップだから触っちゃったら落っこして壊しちゃったんです。すいませんでした、悪気はないんです。そこでですね、ちょっと可愛くしなきゃ。ちょっといいことが思いついたので、これで許してもらえませんか。私の髪の毛10本とあと幽霊保険の半分持たせていただくので許してね。髪の毛お守りです。守ってくれる、守ってくれる、こうしたのに。どうだったかな、ところどころ可愛いを忘れちゃうから突然思い出したかのようにやらせていただきましたけども、じゃあオーディションの結果発表に参りたいと思います。幽霊と私、どっちが夏の人気者になれますか、判定お願いします。わかんない。あー、めちゃめちゃ音、何がダメだったの。そっか、髪の毛もらって嬉しくないか。そっち、もっと欲しかったですか。そこだったのか。いや、100本くらいにすればよかった。ということで、この勝負、幽霊の勝ち。もうね、結果皆さん分かってますが、幽霊が2勝、香り0勝ということで、石原香織は2代目コワコワ幽霊に不合格。まあでもなんか
不合格になってしまったんですが、幽霊として一瞬でもすごく精一杯生きたあの瞬間すごく楽しかったから OK です。幽霊さんもうすぐお盆だけど、どうか私の見えないところに遊びに来てくださいね。このコーナーでは皆さんから私にリサーチしてほしい調査依頼を募集しています。真実探してキャリスルー。以上キャリスルーでした。石原香里のキャリーアップ。続いてはキャリーインフォメーション。今週の情報はこちら。石原香里セカンドライブメイクスマイルブルーレイ &DVD が発売中です。ぜひゲットして何度でも見てください。合わせてリリースイベントも実施中です。残すは8月8日日曜日のオンラインお渡し会のみです。参加してくださる皆さん、最後まで一緒に楽しみましょう。8月14日土曜日にはサンシティ越谷市民ホールで石原香里サマーイベントスマイルゴーハッピーを開催します。 MC に鷲崎武さんを迎えして、トークやゲームコーナーはもちろんライブも披露させていただきます。イベントグッズはキャニメ通販で販売中です。詳しくは石原香里オフィシャルサイトやツイッターをご確認ください。最後に石原香里のファンクラブハンドインハンド絶賛入会を受付中です。皆さんのご入会を心よりお待ちしております。詳しくは石原香里公式オフィシャルサイトのファンクラブへどうぞ。以上キャリーインフォメーションでした。お送りしてきました石原香里のキャリーアップ、エンディングのお時間です。いや久々のオーディション、2代目オーディション楽しかったですね。幽霊ね、幽霊、まあ実際は見たこと、私は霊感もゼロなタイプなんでわからないんですけれども、まあ、今年はねちょっとよくやる夏にやる幽霊怪談話みたいなのね、ちょっと見てみたいななんてちょっとね思いました、あの企画を通して。しかも今年の頭頃にはね、怪談話のなんだっけ朗読もやらせてもらったってこともあるので、ちょっと挑んでみようかななんていう風に思います。さてさて、今日のメールステッカープレゼントの方はこちらの方です。ラジオネームカムカムさんです。おめでとうございます。高級なお寿司屋さんの職人技の動画を見てるよっていう方ですね。すごいいいな、私もこれ早く見てみたいし、なんかこのカムカムさんのご両親をいつか連れて行きたいなみたいなね、優しい気持ちがとても素敵だなっていう風に思いました。カムカムさん、ステッカーが届くのを楽しみに待っていてくださいね。この番組ではリスナーの皆さんからメールを募集しています。ふつおたキャリスル宛てまでいつでもどうぞ。詳しいコーナー情報は石原香里オフィシャルサイトのラジオをチェックしてみてください。メールアドレスはkerry@joqr.net です。ノベルティのステッカーをご希望される方は送り先の住所とお名前を忘れずに書いてくださいね。また YouTube の文化放送 A&G チャンネルではこの番組のアーカイブが配信されています。毎週水曜日のお昼12時更新です。何度でもアクセスして私に会いに来てくださいね。ではでは、石原香里のキャリアップ、ここまでのお相手は石原香里でした。また来週もレッツキャリーアップ。1歳大人になった私と会いましょう。バイバーイ。石原香里のキャリーアップ、この番組はポニーキャニオンの提供でお送りしました。